こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオでは色彩感覚を養う方法についてお話ししたいと思います。私は絵を描いていて、色彩感覚を養おうと思って絵を描いたわけじゃないんですけど、でも絵を描く段階でどうやったのかなっていうことをちょっとまとめてみたやり方をお話ししたいと思います。これからお話しすることの目次です。1番、日常で色合わせを意識する。2番、自然をヒントにする。3番、固定観念を捨てる。4番、色の種類を知るです。1つ目が色合わせなどを試す方法ですね。少しずつチャレンジしていくっていう感じですね。例えば今までやったことのない色合わせとか、使ったことがない色とかを自分が心地いい範囲で、これがいいなって思う、それが感覚ですから、その範囲で少しずつ新しい色に挑戦してみるというやり方ですね。いきなり自分の感覚にないほどのものをバーってやっちゃうとわけがわからなくなるので、自分が心地いい範囲で、あ、これ面白い、これ面白い、これ面白いって言ってるうちに、最初は組み合わせられなかったというか、組み合わせられるようになってくるとか、そういうことですね。2つ目が日常で色を意識するということですね。普通になんか街を歩いてたり電車乗ってたりするときに、看板とかポスターの色合いとか、建物の色合いとか、景色とかでなんか色が目についたら、そういうのを意識してみるということですね。あとは服とかアクセサリーとか何でもいいんですけど、身につけるもの、服を着るときに今日はこの色合わせにしようとかっていう感じで、多分皆さんそれやってると思うんですけど、なんかいつもにはない色とかをちょっと入れてみるとかということですね。美容院とか行くとファッション誌とかを読んでるんですけど、一冊に一つか二つなんか面白い色合わせがあって、あ、これ後で使ってみようみたいに思う時があって、日常で結構色を意識してみると面白いと思います。3つ目が自然をヒントにするということですね。私個人の意見なんですけど、自然の色合わせにマッチしないものはないと思っています。わかんないけど、人っていうのは原始人の時から自然を見てて、空の色とか虫の色とかお花の色とか、そういうものを見てこれが色合わせだって自然になってきたと思うんです。だからこの色が合うっていうのは多分自然から来てるっていうのもあると思います。その証拠に、証拠とかって言い切れないけど、その国によって色合いって違うじゃないですか。やっぱり日本の色合いっていうのは日本の植物とか空の色とかのなんか合ってるんですよね。似てるっていうか、で別の国になるとその地域とかに生えてる植物とか、熱帯地方だと熱帯魚の色とか鳥の色とか、そういう色合いと似たものを多くの人が心地いいって多分感じてるんだと思うんですけど、服とか絵画とか何でもいいんですけど、日常に多く取り入れてるのではないかと思います。あと夕日とか朝焼け、あの色は紫とかオレンジとか、なんかいろんな色があるんだけどマッチしてるじゃないですか。そういうの見てるとなんか色彩のセンスにも役に立つんじゃないかなって思います。いや、絶対に役に立ちます、これは。で、4つ目なんですけど、固定観念を捨てるということですね。この色とこの色は合わないって決めつけちゃうと、合っているのに感覚でこれ合って素敵だとか思えないで、合わないって言ってポーンってなっちゃうんで、感覚が死んじゃうと思います。そこで感覚で物を見れなくなっちゃうってことですね。なのでさっきもお話ししたんですけど、世界中で使っている色合わせっていうのに親しんでいる、もうなるべく多くの、例えば中東とかで使っている色とか、南米とかで使っている日本の色とかあると思うんですよ。いろんな色がある、組み合わせがあって、それが合ってるって、それも、あ、これ綺麗とかかっこいいとか何でもいいけど、自分でその感覚で感じるっていうことが大事だと思います。今までもしそういう、あ、これが合わない、これが合わないとか、感覚的に気持ち悪い色合わせだったらどうなのか分かんないですけど、例えばピンクとグリーンが合わないとかって私は合うと思うんですけど、合わせ方によって変わってくるんですね。この色のトーンとか深さとか、あとはどういう風に入れるとか、色の割合とか、こっちを多くする少なくするとか、あと他にどんな色が使われているかとかでも、その色合わせが合う合わないが変わってくると思うんですけど、決めつけるとそこで広がりがストップしちゃうので、感覚を殺してしまうんじゃないかと私は思うので、固定観念を捨てるということですね。4つ目なんですけど、色彩理論を知るということですね。
色彩理論という言葉が難しいけど、色彩理論って別にそんな難しいことじゃなくて、色があって、でこの色はこうでこうでこうでってだけなんで、大雑把に、私は大雑把な性格なので、パーって答えて細かいことがあるんだけど、めんどくさいですよね。あとは色の種類ですね。絵の具でも例えば黄色とか赤とか青とかグリーンとかいろいろあるけど、同じ色なのに、同じ例えば青なのに、もうすごいいっぱい種類の青があるじゃないですか。でなんでこんないっぱい種類があってっていうか、その違いみたいのが感覚的に分かるようになると、同系色を使う時でも違う色と合わせる時でも微妙な違いが大きな違いになるんですよね。色の名前を覚える必要はないんですけど、色の違いを感覚的に分かるようになるっていうのが大事だと思います。あとはそのさっき言った色彩理論にちょっと当てはめると、青でもグリーン系に寄ってる色とか赤系に寄ってる青とか、理屈で分かるのもそうだけど、感覚的にも使ってるうちに分かってくるので、色の種類を知ることっていうのも大事だと思います。こんな感じでとりあえず思いつくのがこの4つだったんですけど、自分が好きな色を使うっていうのが大事で、色彩感覚が豊かになってくると好きな色の種類とかも多分増えてくるんじゃないかと思います。好みの色っていうのはその時の気分によっても変わるし、あとは時期的な自分のブームみたいなのもあって面白いと思います。やっぱり理屈でこれは何系の色だからどうのっていうのが楽しい人もいるかもしれないんですけど、私の場合はやっぱ感覚的に色が分かる方が全然楽しいですね。好きな色合わせでこうやってパーって重なり合うのを見るだけで、エキサイティングな音楽が流れた時に感じるような、なんかイエーイみたいな感じがする時があります。別に音楽が流れるんじゃなくて、なんかその色を見てイエーイって感じ、なんかよく私の作品見て元気が出たって、色合いが元気が出るみたいに言ってくださる人いるんですけど、それがまさにそういうことなんじゃないかなって思います。というわけで、色彩感覚の養い方のまとめですね。一つ目が日常的に目につく色を意識してみるということと、二つ目が自然をヒントにするということですね。で三つ目が固定観念を捨てるということですね。で四つ目が色の種類を知るということですね。ぜひこの4つを楽しみながら試してみてください。今後は今話した方法をもうちょっと具体的に説明するようなビデオも作っていきたいと思うので、ぜひ興味のある方は楽しみにお待ちください。でちょっと私のことを話したいと思うんですけど、大学で美術を勉強して3年目ぐらいの時かな、自分の中で常識外れだと思っていたような色合わせに挑戦して、それを絵を描いて、その絵の色をですね、常識外れな色をかっこよく取り入れていくみたいな、組み合わせていくみたいなことをコンセプトに絵を描き始めて、いまだに色を使うの好きなんですけど、まあ、今は結構無難な色を合わせたりとかもしてますけど、なんか色彩感覚ってもう25年とか経ってもなんか進化し続けてるような気がします。いまだに知らない色合わせとか、気づいてない素敵な色合わせが多分あるんじゃないかと思って、これからもまたどんどんそういうもん自分で作っていけたら楽しいなと思っています。で色に興味持ち始めたのは多分なんか10代の時とか、ファッションとかに興味を持ち始める、おしゃれをしだす頃みたいな時に、なんか服とかの色合わせに興味持って、確かそんな感じだったかもしれないですね。で服の色合わせとか言っても、今日はこんなグレーな無難なものを着てますけど、あこれ自分でデザインした T シャツで、スーパーダブルメンバーガーっていうなんかくだらない絵なんですけど、別になんか普通の色合わせのシャツを今日は着ていました。なんかついでに紹介しちゃいましたけど、というわけで今日は色彩感覚を養う方法でした。今後も色合わせについてちょっと具体的に説明したビデオを作っていきたいと思うので、チャンネル登録とかをしていただくとお見逃しがなくて良いのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。さようなら。